あ、至るきっかけですか。僕はですね、医者になろうと思ってたんです。それで、一浪して、残念ながら医学部落ちてですね、生物学の方に進んだんですね。実はその大学の大学院に、特待生として来てくれと、言われたんですけど、家が貧しかったもので、父親がその無理だと言って、その当時は父親の責任してましたが、教員採用試験も当時広島県の採用試験を通ってまして、家庭的に豊かではなかったので、教師の道を選んだっていうのがスタートですね。ところが、中学校で1学年3クラスある学校に赴任してですね、で僕が学級担任になったんです。で、3クラスのうち2クラスはですね、非常にベテランの先生で、当然保護者も子どももクラスの雰囲気とか教師の力量を比べますので、なんだ学級はと 僕のクラスね。で、学級崩壊を起こすわけですよ。で、僕の場合は、そういう学級崩壊とか授業崩壊という時代が6年間続きました。で、僕が恩師と仰ぐ先生からこう言われたんですね。藤川君、君は教育っていうのは何が大事かっていうのを君考えたことあるのかいって言われたことがあって、さあ一生懸命授業研究することでしょうとか、子どもと話することでしょうとか僕は言ったわけですね。で、その先生が言われたのが、あらゆる教育活動っていうのは、人間関係と信頼関係という絨毯の上に成り立つんだと。ここに、立派な絨毯敷いてありますけど、信頼関係という絨毯がないようでどのような教育活動も成立しないんだと。おそらく企業経営、組織経営においても、そこにいるスタッフの人たちのとの人間関係、信頼関係という絨毯が敷き詰められている上で初めて、いい映像が撮れたりとか、いい編集ができたりとか、ということができるわけですよね。それを教えられて、君はそれができていないと。なので、どうやったら人間関係を紡ぐことができるかということをもっと真剣に自分で探求しなさいと言われたんですね。何が違うかっていうと、2人のベテランの先生のクラスって落ち着いてるんです。クラスが、表現変えると子どもたちが安心して学校へ来てるんです。もっと別な表現すると子どもたちの居場所があるんです。子どもたちがそこに行って、自分らしく生きていいんだという時間と場所があるから、そこにいる子どもたちは必然として学び始めるんです。僕の恩師が、藤川君、あらゆる教育活動の原点は人間関係と信頼関係だと分かってるって言って、人間関係と信頼関係っていうのは子どもたち自身が安心してそこにいることができるっていうことなんです。自己を否定することも肯定することもなく、丸ごとの自分をそこで表現していいんだっていう、そう、人が人として認められるという関係が一番まず大事なんですよ。その時に人間は本来持っている能力を発揮し出すんですよ。僕の場合はやっぱりちっちゃい頃から原初体験として自分を否定されて育ってきてるんですね。すごい苦しい人生を送ってきてるわけですよ、ある意味。で、その苦しい人生が他者と触れ合うことによって、他者を自分が認めた時に、その自分が持っているなんとか自分自身への劣等感とかっていうのがふっと消える瞬間があるんですよ。その時にすごく人間らしいフラットな「そうだよ
みんな大変だよなっていう、その繰り返しの経験だけなんですね、僕の場合は。原初体験があるからこそなんです。ただできれば自分は自分をこの世に否定しているですよねっていうことを話せる人といる時間を作った方がいい。そういう人を見つける方がいい。周りに仲間がいるから、それを聞いてくれる仲間がいるときに初めてその自己を否定する自分を癒してあげることができるんです。癒しですから、これは癒しには仲間が必要です。で、決定的だったのは僕が教員から教職員組合の役員になるときに、その年持ってたクラス、非常に荒れてたクラスだったんですけど、一人だけ高校に行かない子どもがいたんですね。クラスにもめったに来ない、来るのは給食時間だけ、今はないかも分かんないけど、広島市内での暴走行為、警察に捕まるというような、そういう子供だったんですけど、最後1年間みんなありがとうございましたっていう時に、保護者と子供たちからその A 君一人高校行かないんだから、最後喋って卒業しようよっていう、僕が投げかけた時に、保護者と子どもたちから頑張れっていう声が出たんですよ。で、 A 君が出てきて、多くおしゃべりませんでした。いや、僕本当にこのクラスでよかったと思います。みんなもいっぱい迷惑かかったけど、すごい楽しかった、一生このクラスでよかったって思い出に残るって A 君が言ったんですね。で、僕は教師としていい仕事したなと僕は思ったんですよ。ところが、全員が帰った後、僕が教室を出た時に A 君のお母さんが待ってたんですね。なんて言ったかというと、先生は教職員組合の役員になるみたいで、教員辞めるみたいですねって。あ、そうですよ、私は許しませんから。なんでですか。だってそうでしょう。うちの子供は小学校6年間、中学校3年間、義務教育9年間、ずっと勉強ができない。ずっと学校でいろんな問題を起こす。いや、問題を起こすうちの子も悪いけれども、そうやって毎回毎回学校に呼び出される親の気持ちって、藤川先生わかるって僕に言った。でもね、9年間で今日だけは良かったって。で、これで教員の仕事を辞めて組合の仕事をするっていうんだったら、義務教育に通う9年間ね、うちの子供のような辛い思いをする子供が一人も出ないような学校を全国に作ってくれって言われたんですよ。いや、僕もと思って、先生それ約束するって言ったんですよ。で、僕も頭下げて申し訳ございませんでしたと、約束しますと、やりますと、というお母さんとの約束が今自分がやってる原点なんです。お母さんとの約束だし、で、教師がやっぱりそういう子どもたちの気持ちとか思いを聞き取ろうと思ったら、教師自身が心の余裕がないとそれ不可能ですから、時間の余裕もないと不可能ですから、イライラした教師からはイライラした子どもたちしか生まれないわけですから。だから僕は今学校の働き方改革に打ち込んでるわけですよ。それはお母さんとの約束。AI と接しているうちに人間は自己肯定感が高まるぐらい AI は進化してますよね。AI は何でも聞いてくれるからです。ひたすら、うん、そうだね、うん、そう、
そうよかったねというように AI はしてくれるわけですよ。ここが人間の脳の不思議なところで、そのように AI がうなずいてくれるだけで人間は幸せを感じるんですよ。ただ問題解決はできないんです。なぜならばその人の抱えている問題を解決しようと思ったら、その人の置かれているバックグラウンドとか友達関係とか、その人のこうやって話しながら、その人からどん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 いろんな情報を引き出しながら、その人の中で解が出るようにコミュニケーションを深めていくわけですよ、人間は。 AI はそれできないです。よって AI 時代に必要な人間の力っていうのは、肩の力を抜いてその人の表情、その人の発した言葉の裏側に一体何があるんだろうっていうことへの探求心というか、その人とその同一化していくようなことっていうのは、これからの人間に求められていく一つの利機能だと思いますね。教育の本質はですね、先ほども話しましたように、人間はそもそも生きたいように生きたいと思ってるんですよ。これ自由と呼びます。ところが、生きたいように生きるということをみんながやるときにはですね、いろんな利害がやはり生じるわけですよね。ぶつかっちゃいますよね。そうすると当然そこで、目黒さんも泉さんも黒田さんも藤川君も生きたいように生きる、この4人の自由はですね、やっぱりぶつかり合うんですよ。そうすると4人とも生きたいように生きるという自由があるということを4人がそれぞれ承認し合う必要があるわけですよ。お互いの自由を相互に承認し合う、これ自由の相互承認って言うんですけども、教育の本質っていうのはお互いが自由であるということをまず自分が体験すること、そして誰もが自由でありたいと思っている存在なんだということを認識できるということ、そのためには自由を相互に承認する感受性を養うことなんです。自由と自由の相互承認というのが教育の本質です。方法はですね、一人一台タブレットを持たせることです。でタブレットを持って、まあ、スマホでもいいですけども、あるテーマまたは自分が決めたテーマについて、自分で検索して、何が起こっているんだろうということを自分で知るということです。そしてその知ったことを今度は他者に伝えるということです。人は他者に伝えると他者からの質問応答に対して答えますよね。その答えるということを通じてさらに学びは深くなるんですよ。だから学習の個別化と学習の共同化ですね。その前提となるのがやっぱり自由と自由の相互承認なんです。つまり伝えていくという時に何が躊躇される要因になるかというと、自分の発言したことが否定されるのではないかっていうことなんですよ。だから居場所っていう、何言っても大丈夫なんだからって OK という場があるとそれができるんですよ。だからあらゆる教育活動のベースは人間関係、信頼関係という絨毯っていうのがそこに来るわけです。やっぱりそれは大人が作ってきたんです。それは お互い長いその学びの中で正解を求めるその授業とか教育を受けたことによって、大人自身が子どもに正解を求める子育てをしているので、子どもが間違うということに対してものすごく臆病になってきている。臆病でしょ。でその子たちが学校へ入って自由にって言われても、自分もちっちゃい時からあれやっちゃダメこれやっちゃダメって言われててだからどっかでそれをその流れをね変えてあげる必要があるんですけど、まあ今そのチャンスじゃないですかね。
そこなんです。一番そこが人生で効くんですよ。学校で否定されたっていう経験がね、本当に効くんですよ。これずっとこう引きずってる、ずっと引きずるんです。それがだから学校で否定されたということをどこかで吐き出す場を作ってあげたいんですよ。それが僕が作る藤川塾なんですよ。それを教師たちにしたいんですよ。教師たちはすごく優秀な人たちですから、正解を生み出す、正解を見つけるのが得意な人たちなんですよ。ゆえに正解でない人たち、正解でない子どもたちに対して認められないんですよ。で、なんでそうなったのっていうことを教師たち自身が自分を切開し、さらけ出し、自分はこれがあったからなんだっていうところを学び合う塾を作りたいっていうのが藤川塾の目的なんです。まずは先生が自分のその気づきを心からっていう、そう、なるほど、先生の癒しの場です。こんなもんでよかったですか。ありがとうございました。